座り順はちいちゃに鈴木太郎、なんちゃに茅森さやか、シャーちゃに瀬戸熊直樹、そしてペーちゃに勝俣健二となりました。トン一曲ドラはイーソー太郎の親番でスタート、解説は藤崎聡さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかあっという間に2試合目を迎えてしまいましたね。そうですね、はい。茅森としては先ほど園田とのバチバチの戦いを終えたばかり。お、勝俣天敗だ。ドラドラ赤のチートイの、チーホーチャンスだった。チーホーチャンスでしたね。ちょっともうちょっとゆっくり見せてくださいよっていう感じでしたけど、ね、あっさり、あんな手入って動揺の様子は見せません勝俣、現在のところ E1 短期になっています。なるほど。これびっくり、はい、これはドラが3枚あるのでびっくり、はい、まあ、うわこんなE1止まります？止まらないですね、もちろんですよね、はい。なのでダブリしなかった理由はもっといい街になってリーチしてもチートイドラさんなので点数一緒なんですね、うん、ダブリでも普通のリーチでもね。ダブリチートイドラさんでハネマン、はい、で普通のリーチチートイドラさんでもハネマンということで、はい、なるほどということだと思いますね。そんな計算を、はい、あんな短時間で。さあ白短期はどうだ。変えない。勝俣に E1 短期の難しいね。ただこれ満願で済ましてしまうのはちょっともったいない気もしますよね。ねえ、チートイドラさんダマテンのままですと、出上がりは満願ね。あの満願もあるんですけど、ちょっとこの手だと満願しかって言っちゃいそうですよね言っちゃいそうですよね。本当は言っちゃダメなんですけどさあここでパーワンをつもぎってリーチ。いや嫌ですね。嫌だな。このリーチはちょっとイーマンは若干嫌かもしれないですね。スーワン、ハク、パーワン全部つもぎりでリーチですよね、はい、そうですね。これはどう見える。単純にこの盤面だけを見ればイーワンなんとなくね打ってしまいそうですけど、ただ全部つもぎりでリーチ。ただうわパーワン一発、おいおいおいただ知ってました、チートイツってからぎりリーチ難しいですからね。どれかあんこにしないとからぎりできませんからね。そうですね、まあまあ、そこまで驚いていただけると嬉しいですけど、まあ、知ってましたよねいやいやいや、でもあそうですね、本当はね理想は当然ねからぎりでリーチしたいんですけど、つもぎりせざるを得ないと、はい、でやっぱり勝俣プロもこのまま満願はやっぱりもったいないということでしょうね、はい、やっぱハネマンにはしたいと最低、はい、まあ、本当に満願拾えばいいならね、一枚切れの白で闇天だと相当可能性高かったですから、割と簡単に上がれそうですよね、はい、それは選択しませんでしたからね、うん、ドラ、リーチをして、他からの出上がりでもハネマンからという、はい、天敗にしました勝俣。 E1 は太郎が1枚持っていて、山に2枚残り、ってことね。顔色一つ変えませんけど勝俣プロね、ペーチャーですから並べた時点でもうウーマン短期の天敗分かってたわけですよね。そうですよねドキドキするでしょうね第一つもね、はい、他3社が積もって切ってる間にあれ俺天敗じゃんって、はい、ちっとり取らさない あれみたいなでもどうなんでしょうね、いきなりこう積もったらもうチーホー100万ですから、はい、だったらあんなドラいらないなみたいな。まあ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 そこまではちょっとね考えないでしょうけどね。そうですか。さあ他3社の動向はどうですか。茅森は今のところまだ勝負になりそうですね、はい、だから茅森プロもある程度なんかあのチートイとかそういうのは読んでると思うんですけど、まあ決めきれてはいないでしょうけどね、もちろんね早すぎるので。ただもう手格好なので勝負っていう方を選んでますよね。茅森の手合いはこちら、ドラや赤こそありませんがまとまっている手です、はい、まあ、ちなみにイーマンは太郎プロが1枚持ってるだけですか。はい、そこから変わっていませんね、はい、山には2枚です。茅森ここで現物のウーピンを切って少々引き気味。なんかみんなやっぱりね自敗は切りづらそうですよね。こうなりますと勝俣リーチで逆にこう目立ってイーマンが出にくくなったでしょうか。ああここに茅森のところにイーマン来ましたが出ません。出ない。現物が続く限りは出ない感じですか。まあ
現物なくなっても出ないかもしれないですね。ですか。そうなりますと E1 は山に残り1枚、はい、いや金振りも痛いね。痛いですよね。いやチートイドラさん、まあでもリーチすればハネマン、いやリーチはしたいですよ。リーチはしたいですよね、はい、逆にひねんないでダブリの方が良かったかもしれないですね、うんうんうん、まあ結果論ですけどね、はい。つもぎりを、ウーマンを切った後につもぎりを2巡続けて、そして3巡目のパーワン切りでリーチと、うん、ダブリだとね、あの2巡目の、まあ、結果論ですけどね、あの2巡目の数万のつもぎりが相当いきますからね。確かに。さあ捨て牌は3段目に入ってきました。またパーワン、もう勝又のつもワンはあと3回です。タロープロはテンパったら流派勝負しそうですね。ですか、はい。タローは現在ダブトンが、統一の形ですね、はい。さあまた数万が通ったが、ただローピンがないのでサブロッソだけですか。あーローピンは山には0枚、はい、三蔵も0、うん、太郎の天杯の道はローソンも0ですね。え、じゃあ天杯れない。そうですね天杯、もう分かっちゃうんですね。なんと天杯れない。このままでは天杯らないですね、うん、あ、これでリャンゾーやトンのコンができれば、これでリュウハは打てないと思うんですよね。天杯なら勝負すると思うんですけどね。あ、そうですね、やはりここは、うん、はい、初は打たずにチーピンを打っていきました。イーシャンテンからは打てないと思うんですよね。はい、手が止まったかやもり、現物はどうする。イーソーが現物ですけどドラなので、うん、誰かテンパってる人がいるかどうか。さあかや、さあ次が勝本の、あ、勝又の最後のつもばん失礼しましたつもれず、いやなんかいろんな道が痛いね、これ、これ痛いですね。いろんな道が痛いですね。さあ地方チャンス、はい、ハイパイ取って天杯だった勝又ですけれども、そしてチートイドラさんのリーチに行きましたが、ここは無念の流局、うん、これはね、いろいろ戦術的に明るすぎて逆に上がり逃しましたね。戦術に明るすぎた、はい、もう無邪気にリーチの方が上がれたかなっていう感じですか。そうですね、でもまあ冷静になって考えてみれば確かにね、ダブリでも普通のリーチでも点数一緒だと思えば、そうですよね、もうちょっといいマッチにしたいなっていう感覚もね、湧きますよね。